第5節、仏教経典や聖書に語られる「心の力」仏教の桶に「法華経」という有名な経典がありますこの経典は実は初めから終わりまで心の力についてすなわち心に思うことは実現するということを述べています法華経について弘法大師空海は薬の効能書きであり 薬ではないと批判していますが、法華経の中には薬の効能を書きどころか、常識的には考えられないような空想的な話が次から次に出てきます。一番不思議なのは法華経というありがたい経典があると、法華経の中で説かれていることです。しかし、そのありがたい中身は何かというと、それは法華経の内容であると書かれており、 法華経が法華経を褒めちぎった結果できた経典が法華経であるというまことに奇妙な経典が法華経なのですこのような「法華経」は論理的に考えて理解しようとしてはいけません心の目で読む必要があります法華経は心の目でしか見えない心の力について語っているのです法華経の精髄エッセンスエッセンス と思われる観能系観世音菩薩不問品第二十五に我がため汝略説文明急耳心ねう不空化能滅所有苦我汝汝のために略してと感観世音菩薩の名を聞きそしてみよみよ心に念じむなしく過ごさざれば濃く諸々の苦しみゆるを滅する 仮遣い教がいい水落ち体カーナ、年狩り観音力、火穴変成池、仮に外を起こされ、大きな火の穴に押し落とされても、彼の観音の力を念ずれば、火の甲は、変じて池となる。という文句がありまする。この意味はいつも、観世音菩薩、観音様の名前を聞き観音様を見て、心に、観音様のことを念じていれば、 一切の苦しみが消滅する。たとえ悪人により火の燃える穴の中に落とされても観音様の力を心に念じていれば火の穴は水の満ちた池に変わると述べていますこの句は「法華経」のエッセンスとも言うべき部分で心に観音様の力を信じていればどんな障害も消滅するすなわち心に強く念ずれば どんなことでも実現すると述べているのです。「法華経」ではこのように観音様を念じて起こる奇跡的な出来事が延々と書き連ねてあるのです。理屈ばかりの頭でっかちの考え方をする人からするととんでもないほら話のように思うかもしれません。しかしこれは心に念じる内容は実現するということを繰り返し強調し。 心理に叩き込むようにしているのです。素直な心で観音を唱え観音様に救われる情景を繰り返しイメージすれば深層心理に少なからぬ影響が及ぶと推察されます。その結果心が浄化されて心の力が発揮され思いがけない奇跡的な出来事が起こる可能性があります。法華経が 最高の経典である教える日蓮の流れを組む宗教団体は伝統的な日蓮宗の他に霊友会立正厚生会創価学会などがあり日発系新宗教と言われ信者も多く活発に活動しています南無明法蓮華経と唱えるのがこれらの宗教団体です一方南無阿弥陀仏と唱えるのは浄土宗や浄土真宗です 阿弥陀如来は無量の光ないし無量の寿命を持つ如来悟りを開き真実の世界に到達した人を指すという意味で西方の極楽浄土へ迷える人々を導く如来として有名ですこの阿弥陀如来の姿を心に念じ南無阿弥陀仏阿弥陀如来に心から帰しますと唱えれば救われるというのが浄土宗や浄土真宗の教えですこれも 現代人の感覚からしたらそんなバカなという印象を持つでしょうが心に思うことは実現するという立場から考えればこのような信仰を持つことの意味が理解できると思いますイエス・キリストの伝記である「新約聖書」にもイエスの奇跡的な病気治療について次のような記載がありますするとその時12年間も 長ち婦人病らしいを患っている女が近寄ってきてイエスの後ろからみ消しの棒に触った見消しに触りさえすれば治していただけるだろうと心の中で思っていたからであるイエスは振り向いてこの女を見て言われた娘よしっかりしなさいあなたの信仰があなたを救ったのですするとこの女はその時に 癒されたそこから進んでいかれると、二人の盲人が、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながら、イエスについてきた。そして、イエスが家にはいられると、盲人たちが身元に来たので、彼らに、私にそれができると信じるかと言われた。彼らは言った、主よ信じます。そこで、イエスは、彼らの目に触って言われた。 あなた方の信仰どおり、あなた方の身になるように。すると、彼らの目が開かれた。「新約聖書マタイ伝」第9章。この逸話も、イエスを信じずれば病気が治ると、心に、強く心に念ずれば、その願いは実現する、すなわち信ずる者は救われるという心理を示しています。この場合もイエス自身も、決して、 イエスの力で病気を治したとは言っていませんあなたの信仰があなたを救ったのですと言っているのですイエスの力は病気に悩む人の信仰を引き出すきっかけにはなっていますが病気を治すのはあくまで病人自身の心の力なのですしかしこの話も現在の規制概念からすれば そんなバカなという感じを受ける人の方が多いと思います。この現代人に共通する疑問の回答を次に示します。